はい、どっちです。先日コスパの道具ありましたね。はいはいはい。ちょっと違和感あったんですよ、僕の中で。なんすかなんすか。だってグローブ、グローブ、バッテ、バッテ、スパイク、スパイク、なぜ西尾敦則がバットを語らないんだ。これはね、まあ正直言うとグローブ、バッテ、スパイク、そこまで深く喋ることないなと、コスパという点で見れば。でもバットは多分本気で喋れば30分以上喋れる。から分けとこうと思って。なるほどね。っていうことです。なるほど。じゃあ今からバットの話をしてくれるということで、はい、お願いします。お願いします。バットのコスパ考えるときはどういった点を気をつけるんですか。まず、まあこれ木製バットで、ね、話すんですけど、金属はもうぶっちゃけわからないんで、ごめんなさい。もう今しかも低反発になってもう何のこっちゃわかんないんで、わからないんですけど、木製バットの話しますと、まず理解しておいてほしいことは、木製バットは絶対折れます。これ何回も言うけど、これ結構言いますね。これね、言っとかないと、折れにくいバットはないですかとか、あ、折れないバットはないですかとか、コメントめっちゃ来るんですよ。あ、そうねえから。ない、そんなもの。だから素材的に折れにくいはあるけど、そこはもう石みたいに硬いボールを木で打つって考えたら絶対折れるから、それが早いか遅いかだけだから、っていうのを踏まえて、じゃあコスパがいい、これはどう捉えるかなんですけど、練習と試合で分けたいか、試合と練習同じにしたいかで話が変わってきます。へー、どう変わってくるんですか。まずじゃあ練習と試合を分けたい場合、じゃあ練習で丈夫な材で練習して、試合は好きなものを使う、これはありなんですよ。全然ありだと思うんですよ、はい、うん、実際僕もやってましたけど、この練習用のバットと試合用のバットって、まあ言ったら別物なんですよ、うん、同じモデルを作ったとしてもバランスがやっぱ違ってくるから、試合の時にちょっとなってなることもある、じゃあここでじゃあ練習でコスパいいものってなんだろうなってなったら、まあやっぱり竹バットだったり、コンポジットのディマリネが出してる、カーボンの樹脂を使った、まあ、樹脂的なやつを使ったバット、あれ3万ぐらいするんですけど、それ木製なんですか。木製なんです、ただほんまに折れる。マジで耐久性がやばい。ラミバットとかよりも、ああもう全然折れないです。あれはめちゃくちゃいいんすけど、ただまあめちゃくちゃ高いんで、コスパどうなんやろうな結局と思うんですね、うん、だそれだったらもう竹バット5000円6000円とかで買って、それで主に練習して、で試合 BFJ のねバットで打つっていうのはまあありだと思うんですよ。ただ結局2本バットを用意するんで、そこでかかってくるお金って言ったらまあやっぱ1万5000円から2万円ぐらいになってくるんじゃないかな、うーんとは思ったりもします。練習としてもう一緒です、一緒でいいですっていう場合、絶対ホワイトアッシュはダメ。なんでですか。ダメンがダメンになりやすいんで。ダメンがダメンになりやすい。日本語がちょっと怪しいな。ダメンが割れるんすよ、アッシュって。はいはいはい、以前も話しましたね、はい、これ結構ね、このチャンネルの中で何回も喋ってるんですけど、ダメンがこうボロボロになっちゃうんで、練習と試合を一緒にしたいんだったらもうアッシュは絶対ダメ、もう割れます、折れるより割れます。それだったらもうメイプルか、まあ、バーチかってなってきます。素材がもう2択です。メイプル、バーチ、その辺で、じゃあ安いのないかってなったらリンドスポーツ。リンドスポーツさんがめちゃくちゃ安い。ちなみにどれぐらい安いですか。確かね、そのリンドスポーツさんのホームページで買えば4000円とか。4000円ですか。そうです、値上がりしてなければこの動画を出してる時点で4000円で BFJ のバット買います。すごいですね。5000円いかなかったんです。それはもうコスパ的に考えてもいい。実際じゃあそれがダメなのかと、なんか安いってことは俺安いんじゃないのあると思うんですけど、昔安い木製バットトップ10っていう動画を作ったんですよ、僕、3年ぐらい前に、はい、でそれを見てリンドのバット買った子がわざわざ僕に声かけてくださって、別のチームの子で、これで賞味ホームラン落ちましたよってこと言ってたんで、多分問題ないと思うんですよ、普通に飛ぶし、普通に木製バットとしての機能は果たしてる。ただ肩が少ないんで、多分2肩しかないんですよ。あ、2肩か3肩かな、
ぐらいしかなくて、その3パターンでじゃあどれ使うになっちゃうんで、まあ、一番最初もうとりあえず安ければいいやで買うんだったらリンドスポーツかなりおすすめなんですけど、そっからじゃあこだわりが出てきたらやっぱ型番がいっぱいあるやつがいいよねとかなってくるじゃないですか。そうなったら僕はスミレスポーツのオーダーをおすすめします。おお。オーダー一番安いんで。どれぐらいですか。11,900円の税なんで。安いっすね。13,000円ぐらいですかね。オーダーって考えたらめちゃくちゃいいかなと思いますね。まあオーダーじゃなくてもここはもうお店行っていろいろ握ってみて、握らせてもらって、手の大きさとかも違うんで、太めがいいのか細めがいいのかとかそこもちょっと感覚頼りになってしまうので、でバランスはトップの方がいいのか手元にあった方がいいのかとかも全然変わってくるんでね、いろいろ握った上で相談してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。スミレスポーツさんじゃなくてもいいし、安くでオーダーできるっていうところ結構あるんで。ただ大手のオーダーはカスタムオーダーなんでフルオーダーじゃないんでね、それで2万ちょっととか取られちゃうんで、ここあんまりかなって思ったりもします。でフルオーダーでスミレを作れる。そうです。今聞いてきたじゃないですか、はい、練習と分ける人なのか、はい、分けない人なのかっていう話をしてきて、はい、じゃあもう渥美さん的にコスパでいくと、僕はもう試合用練習用分けない、うん、で何本か持っとった方がいいと思う、うん、結局それが一番コスパいいんかな。で選ぶメーカーとしては、僕はもうスミレはだから選んでるっていう感じですね。他にも安いメーカーさんあるんですけど、この間滋賀に試合行って、その時にあの僕森荘と一緒に行ったんですけど、滋賀県の近江かな、北スポーツさんってところにちょっとお邪魔した時に、ぶっ飛びっていう、ぶっ飛び、ぶっ飛びっていうバットが置いてあって、それが確かに6,000円くらい、6,000か7,000円やったんですよ。木製バット、ただ中国青だもんです。でめっちゃ安くて売ってて、そういうのもあるので、あとアクトスポーツのオリジナルも中国青だも確かめっちゃ安かったと思うんですよ、うん、中国青だもは打ったことがないので、その耐久性とか飛びとかそういうのはちょっとわからないですけど、まあでも全然十分かな。でスミレスポーツさんね、意外とそのいろんなジャンル、社会人とか独立リーグの人とかも使ってるし、まあ材としては別に問題ないレベル、高いレベルでも問題ないレベルのクオリティを誇ってるのでいいんじゃないかなと思いますね。素朴な疑問なんですけど、はい、2本持ってくじゃないですか、はい、バットケースとかってどうしますか。僕は10本入りのバットケース持ってます。10本入り、はい、多いですね。道井スポーツっていう尼崎にある結構有名なお店さんなんですけど、そこの初売りで確かね4,000円か5,000円で買いました。へー、はい、メーカーはどこですか。ローリングスですね。へー、こんなんすバケツみたいな。試合でもそれ10本入れてるんですか。そうですね、今はそれ使ってます。やっぱそうやっていろんな道具がやっぱあるんですね、探せば。あります、あります。だからバットケースはもう 4,5 本入りのやつ買っとけばいいと思うんです。僕みたいに10本入りはいらないと思うんで、 4,5 本入りのやつ、まあそれこそローリングスだったら5,000円とかで売ってるかな、確か。そんな高いの使わなくても、バットケースはさほどこだわりはあってもいいけどね、ミズノのやつとか、あのこうバットを下に入れるからこの下のところが硬くなってるとか、あの傷つきにくいようにとかっていうのとかも売ってたりしますけど、まあそこも好みでいいと思うんですね。カバン系は本当好みでいいと思うんですよ。持っていく量が違うんで人によってっていう感じかな。まあもちろんね、至らぬ点もあるんですよ。あのヤングとユース間違えたりとか、ヤングエルとかあるんで。ヤングエル、はい、ラッパーの名前みたいな。バッテの話ね。バッテの話とかね、あのそういうこともあるんで、間違えてるかもしれないんですけど、だから僕言ってるんですけど、あくまで自己責任でお願いします。こう道具買うとかね、あちゅうが言ってたからいいじゃんとかはない。リンドスポーツさんの話とかもあったように、はい、役に立ってる場合もあるので、はい、ぜひ皆さんご検討ください、はい、ということで本日の動画は以上となります。失礼します。よっしゃ。